オタク、それは夢に生きる人たち。待たせたな、ヒロタカ。行こうか、行く場へ。神、神だよ、神。めっちゃしんどい。ちょっと 2.5 次元勝てん。どさすこですわ。年齢的にちょっときついな。オタク改善計画、我々のカップルとしてのモードを初期化しようじゃないか。オタクに恋は難しい。採用。英語字幕になった場合にこのオタク用語一体どういうふうに表現されているのかというところ、高橋さんイメージできますか？全然。なかなかね、はい、そう、山崎さんいかがですか？な、まあ、あの先ほども何か控え室でもかなり熱心に英語を勉強されていたように見えたんですけれども、ずっとなんか、ええ、あのどっちも英語を今あの勉強中で、はい、拙い英語でなんか汚い言葉を聞かれて喋ってた、ね、スラングからね学ぶところもあると思うんです、はい、あ、じゃあそんなお二人にうってつけでございます、本日ですね、そのオタク用語の英語訳一部ご紹介してまいりますので、どうぞこちら前方スクリーンにご注目ください。はい、オタクに恋は難しいオタク用語ということで、まずはこちら。はい、出てきました、キャワタン。これはもう劇中に何度もね出てきた言葉でありまして、はい、まあ矢崎さんまさにキャワタン使ってますね。だからこれ難しいですよね、その可愛いとかだったら、はい、あれですけど、うん、キャワになって、はい、タンがついてるからってことですよね。それがどうなるのかみたいな。どういうこと？なるほど、応用系と言いますか、はいはいはい、はあ、はあ、可愛いだったらもうキュートとか、はい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 、キュータンじゃないですか、キュータン引っ張っちゃってますね、タン、プリティ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 タン、ほう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 。じゃあまあこれ難易度が低い編ということでして見ていきますと、こちらです。あ、キュ、はい、キュートなまんまなんですね。そう、ストレートにこれはキュートと、まあ確かにニュアンスで言うとね、ちょっとキャワタンだと可愛いよりは広がるかもしれないんですが、そうですね、はい、まあ、英語訳では今のところキュートということでございます。キュータンダメですか？キュータン、キュータンも可愛い、もしかしたら造語としてね広がっていく可能性もありますよ。プリティータンも、プリティータン、はい、プリティータン。さあでは続いて見ていきましょう。続いてはこちら、はい、尊いです。これ高畑さんのお気に入りのワードというふうにちょっと、そうですね、なんかやっぱ言い方があるみたいなんで、あのすごくオタクの人に聞いて練習してました。尊、はい、尊い、ああちょっとこう伸ばす感じで、あ、上げていく感じの、はい、あ、じゃあこの尊いですけれども英語ではさ、なんと訳すと思いますか？なんだろう。でも尊いってもう神様的な感じでしょ？違うかな。Like a god。 ああ、いいですね、いいですね。 Like a god。 Like a god。 あ、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 like a god。 ファイナルアンサー。Okay. じゃあ正解見ていきましょう。こちらです。Oh, ストレート。こちらも確かにストレート、はい、プレシャス、まあ、大切な貴重なという意味でございますね。そっか、ちょっとでもちょっと違うんですね、なんか、うん、尊い。そうですね、まあ、これもしかしたら言い方一つで何か伝わるところが、あ、プレシャスって言ってた。ちょっとね、プレシャスって言ってたけども、はい。さあでは続いていきましょう。続いては山崎さんのお気に入りワード、こちら。お前言う、はい、お前が言うな、うん、なるほど、お前が言うな、お前言う、シャラップ、まんま黙れ、シャラップ、シャラップ。そうですね、これはちょっと短い短文文章になりますね。先ほどの単語単語ときましたけれども、ん、なんだろう、お前が言うな、お前が言うな、 Don't say you、 you みたいな、どせ言う。なるほど、それをギュッと訳してね。なるほど、じゃあこちらも見ていきましょうか。正解こちら、 You can't talk、 あ、 あなたは言えないよみたいなですね。ちょっとニュアンスが柔らかい感じになりましたね。柔らかいですね、うん、お前言うっていう感じなんですかね、言っちゃうのみたいな、ね、
はい、結構ままなんだね。なんかお得感欲しい、ね、欲しいですね。言い方で出すしかない。そうなんです。でだんだんとこれ難易度上がっていきます。続いて4問目こちら廃人クラス。はい、こちらですね、あの山崎さん演じるゲームオタク広中、廃人クラスのゲームオタクということで、はい、まあ廃人クラスなんですかね。スクラップスクラップヒューマン、スクラップしてしまうと。バットマンじゃないですか。バットマンバットマンクラスバットマンクラスバットマン廃人、廃人違いますね。男限定になっちゃう。さあどうでしょう、高田さんいかがですか。廃人クラス、廃人、うん、これね結構ポジティブな感じで英訳されてるんですよ。ヒントとしては何かこう主義プロフェッショナルじゃない。ああなるほどなるほど、プロ、その道のね、あ、うん、でもちょっと近いかもしれないです。あの絶望的な状況でも最後まで頑張り抜くとか、主義主張何があっても貫くみたいな。ヒーロー、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 はい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 。有名な映画のタイトルにもなってました。何ですか。どういう系ですか。あ、あの洋画の、あの洋画のもう何シリーズ化されて、まあ皆さんも必ず一度は触れてるんじゃないかなというあの映画。ターミネーター。ハンハン。ハンハン。アイアンマン。アイアンマン。だいぶちょっと、はい、スパイダーマン。クモちゃん。見ていきましょうか。はい、正解こちら。ダイハード。へえ。まあ、直訳すればなかなか、死なないということになるわけなんですけども、やはりそのぐらい大ハードなゲーマー、大ハードなゲーマー、はい、なかなか死なない死なないゲーマ ー、もうですから、いやそうなんですよ、これから、まあ、I'm 大ハードゲームオタクでも、うん、ある意味伝わるわけですよ海外で。なるほど、はい、オタクは伝わるんですか。オタクはもうオタクという、オタクはオタク、はい、へらしいんですよ。はい、ではこれが最後の問題です。最後はこちら。はい、こちらももうオタクワードとしてはおなじみ萌えでございます、うん、ファイヤーちょっと漢字があの、うん、燃えてる方さあ高田さん、いやもうファイヤーだと思います。お二人ファイヤーで、ファイヤーさあ絶対違うよね。なんだろう、なんだろうね、萌え、うん、萌えってどんな気持ちかってこと？どんな気持ちですか、萌えって。萌えの気持ちって。なんかね。ライクとか。ラブ。好き、愛情。キュン、キュン。キュン。キュンは。なかなかね、表現しづらいと思うんですが、まさに英語でもですね、こちら。だそうなんですよ。すいません、ちょっと引っ掛けみたいになっちゃいましたね。本当ですよね。なんかね、はい、悪意ありますね。まあ、今お二人がちょっとこう萌えの概念となんか説明できない何かこう感情としてあると思うんですけど、はい、はい、そうなんですよね、萌えって難しい説明が。じゃ逆に他の言葉はなんであれなんだろうみたいな。そうだよね、萌えだけなんか特別扱い、うん、まあよりこうニュアンスとして他の諸外国にはないような感情ということなんじゃないでしょうか。じゃあなえみたいなのもある。なえもちょっと、はい、探しておきますね。すいません、はい、さあということでございまして、ありがとうございました。英語コーナーでございました。山崎くんの顔芸ですか、ね、国境を越えると思います。日本語が上手くてびっくり。世界にパンチ、はい、お二人この声を聞いていかがですか。嬉しいですね。嬉しいです。嬉しいです。あの最後の女の子がすごいいいことをいっぱい言ってくれてて、うん、多様性とか、はい、そういうテーマもなんか今に合ってるなって思ってたので、うん、嬉しいですね。ね、本当にあの最後の女の人が、はい、自分自身でいることの大切さを説いてくれましたって、本当その通り。今言ったんだけど。ね、第22回。ウディネファーイースト映画祭のコンペ部門に選ばれました。おめでとうございます。
はい、フランスのみならず今作がイタリアにもということでございまして、海外でですねどんなところ楽しんでいただきたいでしょうか、高畑さん。そうですね、海外はでもやっぱり言葉があんまりこう見てる方はわからないとこもあると思うんで、やっぱり山崎くんの顔芸ですかね。あれは言語を超えると、はい、世界国境を超えると思います。顔芸があのグローバル化していけばいいかなと、はい、ですね、いやでも本当に、はい、あの日本が誇るこの漫画文化ということで、はい、いろんな国の人に楽しんでもらいながら、ミュージカルを楽しんでもらいながら、ラブストーリーも楽しんでもらえてほしいなと思っておりますですね。ここに映画に出てるオタクの日本人女性は魅力的だなと感じました。もう日本は大好きだけど、この映画見てより良い大好きになりました。この映画がすごい好きです、好きです。日本語が上手くてびっくり。本当ですね。でもすごい嬉しいです。違うあの文化を持ってる方にも楽しん、こう日本ってこういう文化もあるんだよって楽しんでもらえて嬉しいし、羽がすごい横にこう刺さらないか心配。はい、ありがとうございます。本当にもう世界にね、世界にパンチ、はい、え、ムエタイの方のフォロー入りましたね今世界に。